こんばんは、ドンピザ娘です。今回ですね、とあるうさぎたちのムーンゲーザーですね、新キャラが4体追加されましたんで、性能を紹介していきたいと思います。でこの動画なんですが、まあ、バドがね、強いのはね、もう明白なところで、まあんまり喋るところないんですけども、まあ、このね、サーシャの性能だったり、まあ他のキャラですね、バド以外のガチャゲンキャラについてまあ、気になる方、そしてバドが、 まあどうして強いのかっていうところですね。詳しく知りたい方は最後まで、ね、見ていただけると嬉しいです。それではね、サーシャからですね、紹介していきたいと思います。くわよこちらですね、不遇の修道場、サーシャ・クロイツェフ。緑属性のアシスキャラとなっております。ステータスね、見ていきましょう。HP9200 の規模が2445で、まあ意向がね、まあ高いですね。8657と。 と,いうところになっております、まあ、なんでねまあ、組み合わせとしては、えー、異能攻撃力がですねまあ、高いキャラに組み合わせてあげるといいと思いますスキルね見ていきましょうセクハラへの対処これ大事ですねペアキャラのスペアキャラがスキルを使用した時ペアキャラの、えー、SP をですね20上昇し ニドル系属性の味方全体にイコアアップ賞とスキルアップショ、えー、スキル威力アップ賞をサンタフィルする2回のみということで、まあ、これ、まあ、なんかあんまり使いどころないんですが、まあ、ベリハのね、周回とかですかね、まあ、レードとか、まあ、あとは通常のね、ストーリーイベントなんかの、まあ、2キルとか、まあ、1キル、ね、まあ、代用して使うとか、ね、まあ、そんな時に、まあ、優秀なんじゃないかなと思います。はい。 まあ、それ以外の用途で言うと、まあ、レイドにはさすがにこれは、うん、SP 目的であれば、まあ、PVP とレイドで使えんことはないかなと思うんですけども、まだ使うとしたらクラスバトルで、ね、スキル強いキャラですね、全体に打つキャラとか、なんかいる時なんかに、まあ、バフキャラでね、まあ、これ、打ってあげるとかですね、まあ、してあげればいいかな。ツッチーとかかな。うん。 ツッチのスキル打つ前とかになんかバフキャラでね、えー、なんか打ってあげるといいのかなと思いますね。はい。まあそんぐらいです。無理やり使おうとするとまあ PVP が良さげかなと。レードだとさすがに微妙ですね。はい。戦線では、うん、スキルでダメージ取りに行かないので、まあ2キル以上であれば入らんこともないかもしれませんが、 SP 含めてね。うん。まあ基本最近ね1キルがどんだけ伸ばせるかっていうところがまあね、争点になってきてますんでまあ評価はね低めとさせてください。で潜在ね見ていきましょう。移行工場中とえ集中力、器用工場ですね。集中力ついてるすごいね。殴れる。まあ、す。 なんだろうな、スキルと、ま、潜在ステータス、ね、それなりにもらってると思いますんで、このね、サーシャ・クロエツフ、ね、まだゲットしない方ですね。まあ、イベントを頑張ればね、もらえますんで、ね、しっかりゲットしてください。で、そしてですね、まあ、本題のね、ガチャゲンキャラですね、紹介していきたいと思います。まずですね、オリアナさんからですね、紹介していきます。なんかこれ、月夜の秘匿 <laughs> オリアナ・トムソンですね。青の上位属性のね、バトルキャラとなっております。攻撃タイプは異能攻撃タイプで、攻撃方向ですね。正面と左の2方向となっております。まあ、ここだけ見るとね、すごいレードとか先生でね、使えそうですね。気になるステータスで、ね、見ていきましょう。HP16,500 の器用が4,000ですね。そして移行が、まあ、超属性にしてはまあ割ともらえたかなと思ってますね。これ1万3,000ですね。はい。 まあここね、結構最近、まあ壊れてる奴らも1400とかもらえるんですけど、ね、なんかしょぼいの1200ぐらいしかくれないんで、割とね、いいんじゃないかなと思いますね。ここ見る感じね。そして、威望も結構高いですね。で、問題はスキルと必殺ですね。このオリアナさんね、サポート寄りの性能であれば、ね、まあ、コロンゾンとか、ね、セルティとか、まあ、 でトリプル A の見事ととか。まあ、青はね、もうほんとひしめき合ってるんでね。<laughs> そこの枠にアタッカーとして入れるかっていうところがすごい疑問があるんで、まあ、サポート系でなんとかみたいなね。最近流行りの必殺でなんかバフ持ったりね。カナミンみたいな感じですかね。を期待してます。でスキルね、見ていきましょう。月光呪縛かな。 読めねえ <laughs>。敵全体に魔術サイドに対して威力が上昇する消威力のイノコギーをし、魔術サイドの敵全体に謀ダウン傷を3段付与するというところで、まあこれどっちかというとなんか PVP とかの方がね、強そうですよね。はい。まああとはダブルボスなんかに、まあ魔術サイド2体来たら、まあデバフ、そして殴りもね、まあ消威力でありますが、魔術サイドに対してね、ダメージ上がるんで、 まあ通常のね殴り売りは出ますしまあどっからでも打てるっていうところでまあ、そこはねポイント高いかなと思います <laughs> そして続いてですね必殺技フルムーンシンボルですねこちら攻撃の攻撃範囲内の魔術サイドに対してとても威力が上昇する特大力の異能攻撃をしその敵を除く敵全体消費力の異能攻撃をし敵全体に持続被害代を2タフ付与するということで まあなんかコロンゾンの劣化版みたいなね、なんか感じになってますね、これね。まあさすがにフェスゲンより強いっていうことはないとは思ってましたが、うーんまあ、なかなか厳しいですよね、青。魔術だとやっぱ反射になっちゃうんでね。うん。ミコインさんで反射した方が多分ダメージ出ると思うんですけど、どっちが出るんかな。まあそこもね、含めてですね、まあ2キル。 うーん、反射。反射の方が出そうだけどな。で、コロンゾンの代用にはならないですね。まあ、ここのね、魔術サイドに対して、とても威力が上昇するだと、まあ、攻撃力のね、あの、必殺の時の倍率2.4倍で、超特大なんでね、コロンゾン。あれが2.5倍あるんでね。まあ、その地点必殺の性能としては、ま、負けてますね。ただね、ここ1個注目してほしいのは、 この殴った敵以外に対してですね、ま消涙力の移動攻撃をするというところで、ダブルボスとかね PV、PVP ではね、まだ活躍の機会がねあるかなと思いますんで、そこは隅は分け、コロンゾンもここ注力なんですけどね、隅分けはできてないんですけど、まあ使える場面は一応ありますっていうところですかね。で潜在見ていきましょう、集中力向上、判断力向上、移行向上ですね、ここいいですね。そして、術式解析中、器用、 工場ですねまあ、ここもコロンゾンと似てますね、この辺ね。うん。もう本当にちょっと弱くして出したみたいな。で、ほんと差はスキルぐらいかな。あと、ここの威力と、まあ、倍率とか。はい。まあ、弱くはないっすね。で、使い道としてはね、自分はね、やっぱダブルボスですかね。まあ、そこで、まあ、コロンゾンと合わせて、ね。<laughs> まあなんかダメージ出せないかなっていうところをえやっていければなそれか3軍で使うかですね。まあ普通になんかね、2キルとかだったら反射より出るんじゃないかなと思うんですけどね。うん。はいまあそういうところも踏まえて、まあ使わなくはなさそうですね、今回はね。はい。そして最後ですね。これ最後じゃねえ。2体目か。 バードですね。紹介していきたいと思います。こいつがね、今回の、まあ、大目玉と言っても過言ではないです。純白バニー様 <laughs>。様がついてる <laughs>。エビニアバードですね。緑属性のバトルキャラとなっております。攻撃タイプが物理攻撃タイプで、攻撃方向は三方向と、ね、なっております。で、バドがね、なんか物理っていうのがね、すごい違和感あるんですけど、ね。<laughs> まあ、バドで物理っていなかったっすよね。アシストはまあ、物防ダウンとかありましたけど、まあ、バトルキャラで、多分物理のバドって初めてなんじゃないかなと思います。で、ステータスで見ていきましょう。HP がね、すげえ高いっすよ。これ2 2千三百393。組織用が2600。そして、物攻物防高いっすよ。1万超えております。で、まあ、物攻がね、まあ、一2二千と、 まあ、上位属性ではない中、まあ、控えめではあるんですが、まあ、スキルとね、必殺技がやばいということですね。はい。まずですね、スキルから紹介していきましょう。幸運の導き手ですね。こちら、緑系属性の味方全体にクリティカルリュックアップ中とブックアップ中と、これ弱体浄化体制ですね。これを3ターン付与して、フィールドの緑系属性の味方数に応じて SP を大きく上昇すると。 いうところで、まあ、組織戦線の、まあ、ニキルとかですね。まあ、あとは PVP とか、うん。これ弱体つけれるっていうね、クラスバトルかな。まあ、そういうところで、まあ、ね、まあ、多大に活躍するんじゃないかなと思われます。そして、必殺技もね、まあ、これ、ね、トナカイのサテンさんね、潰しに来ましたね、これね。15夜の祝福ですね。ここ、ぶっ壊れてますね。うん。 こちらですね。攻撃範囲内の敵に、スキル必殺技耐性ダウンですね。と、仏防ダウン中を3ターン付与し、緑継続性の味方全体に、必殺威力アップ中と、ブックアップ台を3ターン付与し、自身の SP を30上昇するということで、まあ、書いてあることがね、やばいですね。トナカイのサテンさんは、デバフが大で、クリティカル、 威力アップ台かなと、あと SP がついてくるんですけども、まあ、そことね、全然違いますね、もうね。デバフはついてる。で、違うところで言うと、まあ、クリバフついてないんですけど、ま、あその分ね、耐性ダウン中と、ね、必殺技威力アップ中と、物効アップ台がついてくるっていうところね。なんで、 クリバフ補助するようなやつつけてあげると、まああと SP は外せないんでやっぱ、ビーフのインさんとかは使わないといけないかなと思うんですけども、まあめちゃくちゃいいね、物理1キル出そうですね、これもね。バド、赤、赤1キル超えられるかな、緑、そろそろ。まだ厳しいかな。はい。まあそんな感じですね、はい。 で、まあ、レードもね、これ、サテンさんとかと組み合わせたやばそうっすね。うん。ね。<laughs> 緑レードはさすがに物理になっていくのかなと思いました。これ出たときね。で、まあ、このバドね、レード戦線、ね、強そうに見えるんですけども、全然 PVP でもね、ここのスキルは優秀なので、でここは、 評価高いですね弱体耐性ダウ弾弱体化状態耐性3ターンつけれるっていうのがまあこれでかくてですねまあ軍派とかに自分いつもあのだろなラスオーダとかつけてたんですけどもこれ味方全体に弱体負けるんでまあなんか他のねなんか編成のパターンとかもねなんかできそうですねクラスバトルとかはい <laughs> まあここは非常に 面白いいなと思いましたそして潜在ですね HP 控除中と SP 控除小そして仏望仏降控除ですねはいまあここで集中ついてたらな神だったな <laughs> まあな基本戦線で使う時は殴らないと思うんですけどまあ0とかなってきた時ねやっぱ殴り欲しいですよね PVP もうん まあ、ほんとそこ以外はもうほんと完璧っていうね、精度で出てきております。そして、これが最後かな、レッサーになります。で月光バニーちゃんレッサーですね。青属性のアシスキャラになっております。ステータスね、見ていきましょう。HP15000、気温2245。そして、え、移行が結構高いですね。一万、いや万、11855。 結構どこじゃないですね。めちゃくちゃ高いです。そして、まぁ、あ、ぶっこ落とした分ですね。まあ結構防御力固めにできてますね。8500弱前後ですね。うん。両方もらっています。で、HP も高いしね。で、スキル見ていきましょう。うさぎの直感ですね。敵が行動開始したときに敵全体にイコールダウン中を一旦増やし、味方全体にイボアップ中と SP 獲得量アップ台を えー、一旦付与する2回の目ということでこれね配布のフレンドとね結構近い性能かなオ能ンって言われてるんですけどもまあこれもね結構クラスバトルとかで、まあ、HP 高いしね硬いし、まあ、ワンパンはされないようなところでは結構ね強いんじゃないかなと思いますはいまあこういうのね八竜さんにね全部吹っ飛ばされるんですけどねうん 八竜江戸とかだったらデバフ入らんし、この SP 獲得量アップ台とかも消されちゃうんですけど、まあ、青防衛とかの時とかね、うん。<laughs> まあ、そういった時は全然刺さるんじゃないかなと思います。まあ、その時だったらフレンダでいいですけどね、青の時はね。うん。まあ、これね、結構 PVP やってる人からはね、評価、ね、いろいろ聞いてみましたけど、高いですね。まあ、個人的には PVP にあんまり、その真剣にやってないんで、まあ、 オリアナさんと、まあ、レッサーは、まあ、最悪スルーしてもいいかなと、個人的にはね、思ってますね。はい。で、先在見ていきましょう。HP 向上中途半断力向上。そして移行工上ですね。うん。まあ、回避率も持ってるからいいよね。これ、耐えるんじゃない頑張れば。<laughs> クラスバトルぐらいだったね。はい。というところでね、今回ね、紹介以上にしたいと思います。で、最後のね、 まあ、まあちなみにですね、ガチャもう引き終わってて動画出す予定ないんですけども、まあね、バドを天井してね、交換しましたね。まあレッサーとね、オリアナさんはね、割と10連、20連ぐらいでね、ポコポコ出てくれて、は、まあ、50連ぐらいとか100、最悪100ぐらいで終わるかなと思ったね、天井まで出ませんでした。はい。<laughs> で、最後ですね。そう、余談を置いといてまとめいきましょう。で、まあ、オリアルさん、まあ、こういう人におすすめっていうところで言うと、まあ、PVP だったりですね。まあ、組織戦線。特に、えまあ、PVP だとクラスバトル。そして、戦線だと、まあ、ダブルとかですかね。とか、まあ、2キル。で、もうちょっと戦力欲しいっていう方は、まあ、引いてもいいかなと思います。そして、もう、バドは、 まあ、どこでも基本使えると思いますんで、まあ、迷ったら引いてもらえればなと思います。まあ、特に今後ですね、戦線、レイドを頑張っていきたいっていう人は、引いてください。はい。変なフェスゲンとかより強いです。うん。とはいえですね、これ、緑限定になりますんでね、ここは。スキルとかがね、 ここがな <laughs> ここがなぁ。色なしいつか出るかなぁ <laughs>。これ今色縛りがね、この必殺イルカップとかあるんですけど。うんまあ、ここ色縛りがあるんで、まあ緑、他のキャラ揃ってないっていう方も、まあ、来年以降ですね、まあ最近特に始めた方なんか、まあ復刻でまあ取ればいいかぐらいの気持ちでも、まあ最悪いいかもしれませんが、まあ余裕があるなら、 取っいいいいた方がいいと思いますで最後ですねまあレッサーなんですが、まあ、これはまあ PVP のね防衛ですね、まあ、紫のね配布のフレンダーいたと思うんですけどもまあそれに対してねまあ伊のね伊野メタ貼れるしまあ更にまあ結構ね硬めに、まあ、配布よりまあガチャンということで硬めにできているというところでね、まあ、一発耐える可能性も <laughs> ねありますんで。 まあ、PVP ガッチ勢の方なんかは、まあ、引いてみるといいんじゃないかなと思います。というところでね、今回のね、動画以上にしたいと思います。この動画がね、参考になりましたら、高評価、チャンネル登録でこの番組ね、応援していただけると嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。